さあ始まりました、京都散歩りんくう。皆さんこんにちは。私は J:COM りんくうの富田あゆみです。こちらの番組は市長町長自らが案内人となり、我が町の魅力を発信していく番組となります。今日は貝塚市よりお届けいたします。それでは堺市長よろしくお願いします。はい、どうかよろしくお願いします。貝塚市長の堺亮でございます。堺市長今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。早速ですが、2023年となりまして、今年はどんな1年にしたいと思うでしょうか。はい、昨年2月に市長に就任しまして、いろんなこう方向性とか、まあ、施策の仕込みをしてきた1年だったんですけども、今年はそれをしっかり前に動かしたい、そんなふうな1年にしたいと思っています。 いい1年になることを願っております。はい、ありがとうございます。そして今日はこの貝塚市の中でも代表的なスポット、この錦の浜公園に来ているんですけれども、今日は何をご紹介いただけるんでしょうか。そうですね、貝塚はこの錦の浜公園ってすごくこういいスポットがあるんですけど、実はこの今年の4月からですね、新たな20年間の期間にわたって指定管理という形で新たな業者による指定管理が始まるんですね。そこをぜひ今日はご紹介したいと思います。リボーン錦の浜公園ですね。そうですね、生まれ変わります。生まれ変わるお話を今日いろいろ教えていただけるということで、はい、楽しみです。はい、こちらこそ楽しみにしてます。お願いします。お願いします。少し場所を移動しまして、はい、先ほど錦の浜公園が生まれ変わるというお話があったんですけれども、はい、もっと詳しく知りたいです。そうですね、はい、今日はね、あの錦の浜公園を新しくこう指定管理をしていただく錦の浜リバイバルプロジェクトグループの遠昌さんに来ていただきました。遠昌さん、ちょっと錦の浜公園が生まれ変わるということをお伺いしたんですけれども、はい、どういったことですか。はい、あの昨年にですね、あの大阪府から20年間にわたる指定管理事業に選定されまして、であの今年の4月より指定管理がスタートする予定になっております。であのこの錦の浜公園はですね、あの、まあ、40ヘクタールと、まあ、非常に広大な敷地を有してまして、まあ、あの各エリアにですね、あの特性のあるあのエリアがありまして、あの特性ごとに生かしたそのハード整備であったりとか、またあのハード整備だけでなくてですね、あの地域一体となった公園作りというのを目指していく予定になっております。じゃあ、もともとの錦の浜公園の特徴を生かしながら新たなものがたくさんできていくということですよね。はい、あのやはりあの錦の浜らしいあのにぎわいを作っていきたいということなんで、やはりあのこの公園の特性を生かしたものを順次開発していきたいなということで考えています。ちなみに何ができるんですか。はい、あのまずこちらあの錦の浜公園 の、あの、うん、シンボル的な存在のマストなんですけども、このマストのふもとにですね、あのレストハウスがあのございまして、まあ、そのレストハウスにあのちょっとおしゃれなカフェレストランをあの開業予定しております。でその、1階の方と2階とあるんですけど、1階の隣にですね、あの売店を開業予定しておりまして、まあ、カフェレストランと売店ということで1年を通じてあの楽しんでいただけるエリアにしたいなと思ってます。でさらにですね、あの向かって右手こちらがですね、あの有料のバーベキューエリアを予定しておりまして、であのちょっと無料バーベキューよりも施設も充実させて、あのデイキャンプ場ということで開業を予定しております。はい、で続きまして向かって左手ですね、こちらにはオートキャンプ場を整備しまして、であのそれぞれちょっと特色のあるアウトドアを作って、まあ、身近に気軽にこう楽しんでいただけるようなあのアウトドア環境を構築したいなということで考えてます。でさらにですね、脇浜地区、まあ、もう少しあちらの方になるんですけども、あちらのスケートパークを、開業を予定しております。まあ、こちらがもう地元待望ということでですね、なんとか作りたいということで当グループの方もいろいろ検討して開発を決定したんですけども、まあ、こちらに関してはですね、地元のスケーターであったり子どもさんであったりレベルを問わず目いっぱいスケートボードを楽しんでいただけるような環境を整備したいなと思っております。はい、まだありますか。はい、で最後にですね、あちら海浜緑地地区になるんですけども、あちらの方はね、少しちょっと静かで落ち着いた大人の雰囲気のエリアですんで、あちらにグランピングであったりとかバーベキューガーデン、まあ、そのあたりを整備しまして、まあ、沈む夕日を見ながらですね、関空をバックに波の音を聞きながらゆったり過ごせる場所にしていきたいなと思ってます。なるほど、ちょっとこう雰囲気を変えて、はい、
おしゃれな、はい、ちょっとこうロマンチックな場所ができるということですね。そうですね、ロマンチックにしたいですね。なんか聞いてるとワクワクしますね。こうあれですね、錦の浜公園というとこうやはり夏の海水浴がメインのイメージの公園なんですけれども、はい、お話を聞いているともう年中オールシーズン楽しめる公園になるということですよね。そうですね、やはり今は冬の方はどうしてもその人が あまりこう来てない公園なんですけども、いろいろこうカフェレストランであったりとか売店とか一年中楽しめるコンテンツを作ってですね、常時人が来てにぎわっている公園っていうのを目指していきたいなと思ってます。オープンはいつですか？はい、今年の4月に有料バーベキュー のデイキャンプ場っていうのをオープンしまして、でまた今年はおそらく3年ぶりとなると思うんですけども、海水浴場の開設を検討されておりますんで、まあ、公園の方もそちらに合わせてですね、カフェレストランと、スケートパークであと売店を開業しまして、でそのタイミングでオープニングイベントなんかも開催したいなと思っております。続いて来年ですね、来年の4月にはグランピング施設とバーベキューガーデンで、またオートキャンプ場も開業しまして、まあ、第2期目の錦の浜公園開業となるんですけども、まあ、これをもって錦の浜公園全面開業としまして、まあ、第2期目のオープニングイベントというのも計画しております。ぜひこのテレビをご覧の皆様に、はい、園長さんからメッセージがあればお願いいたします。はい、当グループはですね、地域とつながり地域とともに育てる公園作りというのをコンセプトにしております。もちろん特色を生かしたハード整備というのを行うんですけども、週末に行うマルシェであったりとかですね、まあ、そういったものは地域の方々のお力をお借りしてですね、共に作り上げる公園というのを目指したいと思ってます。でそういった地域と共に作る公園にですね、府内府外から来園していただいて、錦の浜らしいにぎわいのある公園にしていきたいということで考えております。堺市長、私錦の浜公園のこの雰囲気が大好きなんですけども、うん、今お話を聞いているとちょっと本当に生まれ変わる錦の浜公園がイメージできました。そうですね、この地元のこの業者のグループが新たに指定管理ということで地元ならではの、ね、こう活性化ができるんじゃないかなとすごく期待してます。でこう貝塚市にある公園ですから、もちろん貝塚市民に使っていただきたいですし、まあ、府営公園ですから大阪府民にも広く使っていただいて、さらにここ見てもらえると阪神高速が目の前通ってるんですよ。だからすごく交通アクセスもいい、で段階電車からも来れる、だからこういろんな人がね、こういう便利なすごくいい場所にあるんで、たくさん使っていただいてこうにぎわいをもたらせたらいいなというふうに思っています。そうですよね。いやちょっとこれからが楽しみなので、ぜひ素敵な公園を作ってください。はい、ぜひ生まれ変わる錦の浜公園にご期待ください。はい、どうも今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。堺市長は錦、はい、の浜公園はよく来られてますか？そうですね、まあ、子どもの頃なんかはね、親と一緒に釣りをしたり、そんな経験がありますね。まあ、ちょっとした泳ぎがあんまり得意じゃないので海の中に入ることは少ないけど、はい、海水浴とかの思い出はうん、海水浴はあんまりない、まあ、本当は浜辺でちょっと遊んでたぐらいかな。そうなんですね。まあ、でも、ね、この貝塚 市民の方だと本当にフラッと来れる公園がこの錦の浜公園じゃないですか。そうですね、だからまあ大人になってから、まあ、例えば夕日の、ね、こう見るすごくいいスポットなんですよ。ここ夕日百選にも選ばれてるんで、はい、うん、そうですよね。ちょっとそういう心の癒しになりますよ、ここ。私もこの公園って本当にこう遊具のところでは子どもたちが楽しく遊んでますし、あとまあ普段ウォーキングされてる方だったり、うんうん、ランニングされてたり、はい、あとペットの犬の散歩されてる方とかも、うん、みんながこう思い思いに過ごしてるこの錦の浜公園の雰囲気がすごいそうです、ね、いいなと思うんです。うん、先ほどね園長さんからお伺いした、うん、錦の浜公園の生まれ変わることについてはどうお考えですか？はい、そうですね、やっぱりこの地元のこのグループによる新たな指定管理っていうのがすごくこれポイントで、うんうん、やっぱりね、地元の例えば美味しい産物、タケノコとか水ナスとかね、これいろんな美味しい農産物もここで調理してレストランで出す、それ地元のものがね、こう外に PR できるってすごくいい、そんなね、このいいプロジェクトになればなと思ってます。うんうんうん、地元のものを地元の公園で楽しめるという素敵ですね。そうですね、やっぱり今までのね、その公園っていうのは中で建物を建てちゃいけないとかね、なんか儲けちゃいけないとかね、いろんなこう規制があったんですけど、これ国の方でも法律を改正して、そういうまあ公園であっても儲けていいよ、にぎわせるためにいろんな仕掛けをやっていいよと、建物も作っていいよと、どんどんこう規制緩和されてきてるんですよ。
だからそういう新たな仕組みをここを活用して、まさしく地元のこの民間の業者さんがその知恵を絞ってね、そういう取り組みをやろうっていうことなんで、我々本当にすごく期待してるんです。もう本当にすごい、もう、ね、何か変えていく、新しくものを作っていくのにぴったりですね。そうですね、本当にね、だから若い子にも使ってほしいし、ね、お年寄りもどんどんこういう公園で健康になっていただきたいし、もう市民の方、府民の方、もういろんな方に使っていただければいいなというふうに思っています。ですね、本当にもう今よりも幅広い年代の方、たくさんの方に楽しんでいただけそうな、こう生まれ変わる錦の浜公園の想像ができました。そうですね、はい。坂井市長、先ほど少し荒れてきたんですけれども、はい、こちらは錦の浜公園にはね、この市民の森っていうこういうゾーンもあるので、そこをご紹介したいと思います。そうなんですね、はい、この施設はどういったところですか。はい、こちらまずね、こうシェルシアターってあるんですけど、こう貝殻の、ね、形にしたね、こう面白い施設なんですよ。貝塚の商工会議所の青年部の方が主催で、ハワイアンのイベントをしてました。あ、へー、フラダンスやったりね、ファイヤーダンスやったり、結構面白いんですよ。すごい、たくさんの人が、この雰囲気にぴったりじゃないですか。そう、もう本当ににぎわってましたよ。夕日もね、見えるんで、すごくこういいロケーションです。そうですよね、まさにこうハワイな雰囲気が漂う時ですね、イベントですね。はい、それからこの市民の森のね、この広場のこのゾーンでは、がんの制圧のイベントなんですけど、リレーフォーライフといってですね、がんの患者の方って24時間ね、がんと向き合っておられるので、その患者の方とか、あるいは家族の方をね、支援しようということで、24時間この交代で歩き続けるイベントがあるんですよ。こうそういう舞台になってます。あ、ここの広場でそういう、この開放感を生かした、さまざまなイベントが開催されてるんですね。はい、うん、そうなんです。錦の浜公園自体は府営の公園なんですけど、この部分はね、この市営なんですよ。はい、なのでこの府営とか市営とかっていうことに関わらずに、この一体としてね、この色を盛り上げていきたい、にぎわいをこの生んでいきたいというふうに思ってるんです。はい、坂井市長、何か前に建物が見えてきたんですけれども、こちらは何でしょうか。あそこはね、こう自然遊学館っていう建物なんですけど、ちょっと面白い形してますよね。そうですよね、何かのモチーフのような感じですね。はい、貝塚にはね、山の方にソブラという地区があるんですけど、そこでアンモナイトの化石が取れるんですね。取れるんですか。うん、そのアンモナイトの形をモチーフにしてるんですよ。はー、なるほど。はい、ここは生態学をね、いろいろ学べる施設なんです。今日はこの中も見せていただけるんですか。そうですね、いろんな、ね、標本とかもあるので、担当人からね、いろんな面白い話が聞けると思いますよ。本当ですか。ちょっと生態学を学んでみたいと思います。はい、ぜひ。あ、こんにちは、すごい。坂井さん、もう入り口からこんな大阪湾周辺にその魚の展示があるんですね。そうですね、本当に生きてますね。すごい。ちょっと貝塚市の自然とありますが、はい、ちょっといろいろ見させていただきたいなと思います。はい、こんにちは。あ、こんにちは。貝塚市立自然遊学館の山田と申します。ちょっと今日初めてお伺いしましたので、いろいろ教えていただきたいなと思います。はい、はい、かしこまりました。ここの施設はですね、貝塚市の自然を紹介する博物館としまして、錦の浜の海辺から泉葛城さんのブナ林まで、貝塚市の自然をコンパクトにギュッと展示している施設です。何かこの展示されているスポットのおすすめありますか。まずはですね、正面にありますこの、アンモナイトなんですけども、アンモナイトの化石ですね。はい、先ほど市長がおっしゃられてた。そうなんですよ、この建物のモチーフになったそのアンモナイトですよ。そうです、はい、貝塚市のソブラですね、での泉層群から産出される化石アンモナイトでして、で形がすごい綺麗でですね、でこういうふうな図鑑の写真にも使われています。あ、まさにこれが出てきたやつなんですか。はい、こちらは何でしょうか。こちらはですね、スナメリといって、クジラの仲間で一番小さいクジラなんですけども、でこれが大阪湾に住んでいるんですね。住んでいる。はい、で今も親子で関空周辺とかでは見られるんですけども、はい、でそのスナメリがですね、かわいそうなことに死んでしまって、で打ち上げられるんですね。でそれの剥製、これちょっと偽物っぽく見えるんですけども、これ本物の剥製でして、
大阪湾にこのスナメリがいるなんて初めて知りました。市長ご存知でした？いや今日クジラなんですね。あ、そうですね、クジラですね。はい、なんか上にもこの何大きな剥製があるんですけど、はい、これはあのマゴンドウクジラって言いまして、ちょっとこれはあの、はい、あの大きくて目立つんですけども、うん、貝塚とはちょっと直接は関係なくてですね、うんうん、ちょうど遊楽館ができたあの29年前なんですけども、その時にあの和歌山の太地町ですね、うん、これ取れたやつをいただいたので、でその開館当初からずっと展示しているマゴンドクジラの全身骨格標本になります。すごい。その横のね、あの天井からあの吊り下がっているのはあのスナメリっていうところの、先ほど紹介しましたスナメリの、あの全身骨格標本ですね。すごい。ここは雑木林。ここは何ですか？雑木林のジオラマということでですね、あの貝塚市内に残っている、はい、雑木林ではこういうのはイノシシとか、はい、タヌキとかですね、はい、あのそこにいてるアナグマとか、あこういうふうな、まあ、動物たちも暮らしています。はい、すごい、はい、豊かですね。うん、の貝塚って44平方キロしかない小さい市ですけど、うん、本当にねこの桂木山から錦の浜のね、うん、海辺までこう山あり海あり、うん、もう本当にコンパクトにいろんなものが詰まってますね。うん、これもですね、大阪に住んでる人、あの、まあ、貝塚に住んでおられる方とかはその身近なあの海にその赤海がウミガメがいるんだということをあんまり知られない方、うん、知られてない方が多くてですね、だけれどもあの錦の浜ではあの死んだ赤ウミガメ、まあ、先ほどスナメリも死んであの打ち上げられると言いましたけれども、うん、同じような形であのウミガメたちもですね、うん、あの死んじゃうとあの打ち上げられるんですね。まあ、かわいそうにそのウミガメもやっぱり溺れちゃうんですね。漁網に絡まってずっと水中にいるとその窒息して死んじゃうので、この個体はちょっと甲羅にちょっと傷が大きく入ってたんで、はい、もしかしたらその船のスクリューか何かでやられたのかなという考えられますけども、なるほど。いや本当にここちょっと今くるっと一周させていただいただけでいろんな生態を学べている気がします。うん、自然遊楽館で展示しているあの標本類はですね、あの約2000点あります。はい、でその他にもですね、こういうふうな生態展示ということで生きたものを展示しているのが、うん、あの約200点あるんですけども、剥製のインパクトもすごいですし、ただやっぱりこの生きている個体を見れるというのも本当に貴重ですね。そうですね。すごい、いろいろ教えていただいてありがとうございます。さあ続いてのお部屋にやってまいりましたが、はい、こんにちは、どうぞよろしくお願いします。自然遊楽館の天馬と申します。よろしくお願いします。はい、お願いいたします。今まで見ていただいたところは貝塚の海から山に向かってというストーリーだったんですけど、ここはちょっと入られた時に少し違う感じがされたと思うんですけど、ここにはそのグループとしては鳥の仲間ですね。それが展示している場所です。で、まあ、鳥のね、いろんな卵、まあ、身近に感じていただける仕組みとして卵であったり巣であったりとかいうのを展示したりしています。で、まあ、ちょっとね怖がられる方もいらっしゃるんですけど、中にはかっこいいなという方とかね、いろいろあるんですけど、こういうあの捕まえてじゃなくって、なんか事故とかでかわいそうですけど、死んでしまった鳥をこういう形で標本にして展示しています。なるほど。でその他にですね、鳥の他にはここはねちょっと全然今まで貝塚とは違う、いろんな生き物の中でも特に昆虫というのは多様な形であったりとかしているので、いろんな多様性を見ていただくのに、海外の、ね、少し大きな昆虫であったり、ちょっと形が変わったような昆虫、そんなものを、ね、展示していただいて、まあ、ちょっとこう関空もあるので世界にも目を向けてですね、いろんな子どもさんが想像をかきたてるようなそういう展示をここではさせていただいてます。高橋君、はい、虫は大丈夫ですか？刺されない限りそうですかじゃあ大丈夫ですね、ここにいるのは大丈夫ですね貝塚での珍しい昆虫であったり里山の昆虫で、やっぱり身近なところでねいるのにあの目を向けていただきたいので、うん、街中とか、うん、そこの市民の森というところもありますのでね、うん、虫にとっての貝塚市は住みやすいんですか？住みやすいと思いますね。それはあのやはり多様な環境が海から山に残っているので、それぞれにあの適応した生き物がいますので、ね、
だからまあ大阪で100ぐらいのやつが貝塚で8割ぐらいいてるというようなことなので、やっぱりこう人間にとってもそうですけど、昆虫とか他の生き物、植物にとっても重要なことなのかなというふうに感じています。坂井も人間も一緒ですね。そうです ね貝塚住みやすいところですからね。住みやすいところってことですね、はい、すごい、たくさんご紹介いただきありがとうございました。ぜひあのテレビをご覧の皆様にメッセージがあればお願いいたします。あの自然遺惑館はですね、あのこういうふうな展示だけではなくて、あの毎月のようにあの自然観察会というのをあの貝塚のさまざまなフィールドであの行っておりますの でこ あの募集というのは広報の方で呼びかけしておりますので、ぜひあの興味のあるあの、方はぜひ申し込んでください。坂井町、こちらの施設はすごいですね、うん、そうですね、このまあ自然遊学館は今こう生態を、ね、こう勉強する場所ということなんですけど、まあここに限らず、ね、貝塚に例えば全米ランドという、まあ、天文学を学べるところもあって、それからあとこの貝塚の歴史を、ね、学ぼうという今この3本立てでその子ども博士育成事業というのを今年度からやってるんですよ。歴史だとか天文だとか生態学とかそういった、ね、子どものこう興味を引きつけるそういうところをなんかこ うまく引き出して、将来 の、ね、その子どもの子どもさんからその博士に、ね、なんかなってもらえるよう なんかそんなことができないかなと思って、今和歌山大学の先生とかいろんな先生方と連携しながらそういう博士の育成事業というのを今年度からやってるんですよ。今後も続けていきたいと思ってます。なるほど、たくさんの方にここで学んでいてほしいですね、はい、私も勉強になりました。ありがとうございました。ありがとうございました。今日は錦の浜公園を一日散歩させていただきまして、ええ、リボン錦の浜公園ということで、錦の浜公園が貝塚市にとってどのような公園になってほしいかと教えてください。はい、そうですね、今年のこの4月から20年間にわたって新たな指定管理が始まります。しかもこの地元のこの業者さんがプロジェクトを、ね、こうやっていただけるということで本当に期待しているんです。要はこう今までこう水上バイクの、ね、こうまあ聖地でもあったわけですけど、まあ、もっとこういろんなスポーツでも楽しんでもらえると思ってますから、その新しい指定管理者さんには今大阪体育大学さんともまあそういういろんな話をして、ね、これからいろんなスポーツで盛り上げたらいいなっていう話を今進めてもらってます。それから阪神高速が目の前走ってますけど、阪神高速の社長さんにも私もついこの前お話ししてね、こといろんなところからこう集客できるようなできればいいねっていう話もしてるんですよ。だから貝塚市にある公園ですけど、まあ、大阪府民はもちろんですけどもうたくさんの人に使っていただきたい、ね、そしてここにぎわいのあるこういう拠点にできたらいいなというふうに思っています。なるほど、今後の生まれ変わる錦の浜公園を楽しみにしています、はい、どうぞご期待ください。今日は一日ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。